はい、村上です。今日はですね、スマホの背面に、取り付けるスタンドの話をしようと思います。スマホの背面につけるスタンドというと、バンカーリングが有名だと思うんですけど、輪っかですね、金属の輪っかがついてるやつですね。指を通してホールドすると。あれが有名。まあ、うちの奥さんも使ってますけども、去年ですね、クラウドファンディングで、支援して、年始に届いたモフト X っていう、スタンドがすごい良くて、まあ、1ヶ月ぐらい使ってみたんで、その感想を話そうと思います。まあ、見せるとこういうやつですね。薄型です。で、まあ、スタンドがついてるとは思えないですよね。どうなってるかというと、こういう風に立体的に折りたためるようになってるんですよね。開いて、ここが磁石になってるんで、こうバチッと固定されます。で、スタンドになると。で、当然バンカーリングのように横置きができるんですけど、これのいいところは縦置きができるというところですね。バンカーリングで、縦置きしようと思うと、まあ、結構下の方に取り付けないとできないと思います。まあね、角度も結構こう深くなって、ちょっと使いづらいなという経験があります。そういう思いをした経験があります。でもこれは、まあ、角度自体はね、固定なんですけど、程よい60度って言ったかな、程よい角度で、使えます。まあ、人によってはちょっとこう浅いと感じるかもしれないんですけど、がいいところ。これが一番気に入っているポイントですね。僕、タスクマっていうアプリを使うので、あれは縦位置で使うアプリなので、この機能はもう見た瞬間、買いだなと思いました。で、まあ、当然ですね、バンカーリングのようにこう開いた状態にすると輪っかになるので、バンカーリングのように使うこともできます。こうやって片手でホールドして、操作すると。リング的な使い方もできると。で、まあ、チラチラ見えてると思うんですけど、ここにカードが入ってるんですよね。まあ、僕は1枚クレジットカード入れてますけども、マックス2、3枚入るんですよね、確か。まあ、使ってると割とタイトなんで、1枚で使うのがベストかなと僕は思います。1枚入れてます。で、こうやって閉じると見えなくなりますね。なんかスキミング防止にもなってるみたいですけど。で、これ磁石が入ってるので、こう、くっつけることができるんですよね。付属で1個ちっちゃい磁石ついてるんですけど、僕はそれをトイレの壁に貼ってますけども、取り付けてペタッとつけて、縦でも横でもつくんですけど、つけて、動画を見たりすることも可能です。あとはまあ別売りのなんか車につけるマウントみたいなのもありますね。それオプションで買うと車にもペタンと簡単に脱着できるようになるので、まあ、車乗る人はそれもいいかなと思いますね。これですね、結構直置きするときに僕バンカーリングで不満だったのがやっぱりゴロゴロするんですよね。膨らみがあるから。これは薄いんで、そのまま直置きしても安定してます。全然ゴロゴロしません。なんですけど、ちゃんとカメラ部分が当たらないように、まあ、適度な厚みがあるんで、当たらないようになってます。だから、これを見た時に僕もうケースをつけるのやめたんですよね。本当はクリアケースみたいなのを買って、その上につけようと思ったんですけど、まあね、なんか直接つけるのちょっと抵抗あったんで。でもまあ、カメラ部分がこう直接当たらないんであれば、まあ、直に貼り付けてもいいんじゃないかなと思って、付けました。まあ、本来ね、やっぱり基本的に僕ケースって実は付けたくはないんですよね。なるべくこう、本来のサイズで持ちたいというか、まあ、ただでさえスマホってだんだん大きくなっていってるじゃないですか。なんで、やっぱり、まあ、特に僕、11 Pro Max でかいスマホなので、これにケースをつけるともう片手で持つのは大変なんですよね。だから、まあね、なんか作り手がこうミリ単位で小さく作ったのにケースつけたら台無しだみたいな話もありますし、なんだっけな、スティーブ・ジョブズが、インタビュアーのつけてるスマホケースを見て怒ったみたいなエピソードもあったりとか、まあね、本来のサイズで、使いたいというのがあります。まあ、1点だけデメリットがあるとすると、ワイヤレス充電ができなくなりますね。
まあ、磁石が入ってるかなんか、全く反応しなくなりました。だから、ワイヤレス充電を普段から使っている人は、もうこれをつけるとなると、もう諦めてケーブルを挿して普通に充電するしかなくなります。まあ、そこは割り切るしかないので、どっちを取るかという部分ですね。まあ、でも、それぐらいですね、メリットは。デメリット、ワイヤレス充電ができなくなるのみ。まあ、それを補ってあまりやるこうメリットなので、ものすごくおすすめです。1ヶ月使ってみましたけど、まあ、今までで最高なんじゃないかなと思いました。概要欄にリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。